1966年と1967年に F1 世界選手権に投入された。MS5 はマトラが製作した最後の F3 カーで、元になったのはテストマシンの MS1 であった。モナコでの F3 レースの前に、初めの2台が完成した。1965年に5台が製作され、そのうち数台が1969年まで使用された。マトラにとって、 フランス国内選手権が絶対的な優先順位を持っていた。1965年はフランス F3 選手権でジャンピエール・ベルトワーズがチームメイトのジャンピエール女子総を抑えてタイトルを獲得した。1966年はジョニー・セルボイコール・ギャバンがタイトルを獲得。ベルトワーズはモナコで優勝した。1967年は新しい2名のドライバー。 アンリ・ペスカロロとジャンピエール・ジャブ・イーユが加入し、モナコとルーアンのレースで優勝。タイトルは、ペスカロロが獲得した。シーズンが終わるとチームは解体し、ファクトリーマシンは、フランスのプライベートチームが購入した。MS5 は MS6 を、フォーミュラ2のレギュレーションに適合させたマシンであった。マトラの CEO、ジャンリュック・ラガルデールは1965年に、 イギリスのレーシングチームオーナー、ケン・ティレルとフォーミュラ2に参戦するという契約を締結していた。ティレルは m s 後に BRM のエンジンを搭載したマシンを製作し、1966年にマトラ・インターナショナルの名で参戦した。1967年からはヨーロッパ F2 選手権が開催されたが、フォード・コスワース・フバエンジンを搭載したマシンが MS。 7と共に投入された。F1 世界選手権には1966年のドイツグランプリ及び1967年のドイツグランプリに出場したが、いずれもポイントは獲得できなかった。ありがとうございます。